皆さん、今日も藤沢ピアノ音楽教室 YouTube チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。ピアノの先生の野ひろみです。今日はですね、以前にも動画をご説明していました、ショパンのワルツの遺作ですね、お単調の今日は3回目の動画配信になりますけれども、1回目とね、2回目まだご覧になっていない方はですね、ぜひ概要欄の方の URL から、1回目と2回目をご覧になっていただくと、今日の内容がより、理解が深まるかなと思います。で、今日はですね、この中間部のところですね、ここのところ、ホ長調ですね。先ほど私、この曲はホ短調ですよって言ったんですけれども、こういうホ短調のこの緊張感のある響きに対して、中間部はですね、ホットアンドするような響きのところですね。やっぱりここのところのコントラストははっきり出していただきたいなと思うんですけれども、まあ、どの曲においてもとても大事なのは、今どんな感じの曲調を弾いているかですね。暗いのか明るいのか、ここのところは非常に大事です。まあ、あとは暗いか明るいかっていうのはね、お子さんにもはっきりここのところは区別ができるので、やっぱり今どんな曲を弾いているのかということをですね、まあ、問いかけてみて、じゃあ明るいからどんな風な曲感じで弾こうかっていうことを、やっぱりこれはですね、小さい時から、まあ、大人もそうですけれども心がけて練習するといいかなと思います。で、ね、さらにですね、中間部はなんとドルチェと書いてあるんですね。優しく、まあ、その愛らしく柔らかく弾いてくださいねということですけれども、やっぱりこれは補聴調、調整が変わったことによって、やっぱやりこうより表現しやすくなりますね。動きももちろんそうですけれども、右手にやっぱりその音をどういう風に入れるか、指の入れ方ですね、これによって本当にピアノの音というのは、実はですね、もう本当に様々な音がするんですけれども、やっぱりここの指の入れ方でですね、やっぱりこの柔らかい甘いドルチェの音を、まあ、ここで右手で奏でていくということも大事なんですけれども、ここでね、やっぱり要になるのは左手ですね。特にですね、棋譜をよく見ていただくと分かると思うんですけれども、スタッカートスラーになってるんですね。2拍目と3拍目、通常ですね、1拍目がいつも大事ですよというふうに言ってるんですけれども、やっぱり左手にこういった特徴的なね、2拍目と3拍目のスラーが出てきたら、ここはなぜスラーがついているのかということをね、考えたいんですね。なぜショパンはスラーをつけたかですね。ここはやっぱりこの響きでもって、この柔らかいドルチェの響きを出したかったんですね。右手は伸びてる普天二分音符、長い音なんですね。そうするとこれとこの音の間をどういう風に左手でつないでいくかによって、やっぱりドルチェの感じが出るか出ないかですね。ここですね、やっぱりここは優しくこうおねだりするような音ですね。柔らかくですね、こう甘い音でやっぱり弾きたいんですけれども、その時にやっぱり大事なのがですね、これもいつもお話ししていますね、この手首のしなやかな動きにプラスですね、やっぱり指をどうやって打鍵を入れるかですね。結構ね、多いのがですね、まあ、おそらく10人いたら9人は必ず弾いてるかなと思うんですけれども、指をですね、結構無造作にドンと入れるかですね、皆さんね。そうするとドンっていう、このここしかもかつ1音目と2音目がですね、結構大きく跳躍するので、ここはもう余裕がなくこういうふうにドン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 とこういうふうに左手を弾いてるところだと思うんですけれども、ドンって入れることによって、ここは完全にメロディーの流れをまずは損なうんですね。これがね、カンカンって鐘みたいな音になりますけれども。ちっともそのドルチェな感じがしないですね。なのでやっぱり2拍目を大事に柔らかく優しく入れることで、メロディーがね、本当にドルチェに綺麗にですね、柔らかく、紡いでいくことができるんですけれども、左手のね、2拍目と3拍目どうやって弾くかがね、非常にこのドルチェ に、メロディーを奏でられるか奏でられないかね、ここ鍵を握ってるとこだと思うんですけれども、かあとですね、まあ、この後半の動きですね、
私わざと2拍目をね弱く弾いたんですけれども、ここをねちゃんと意思を持たせて弾くとですね、メロディーの見える表情がですね確実に変わったと思うんですね。ここのところなぜスラーをつけているかですね、2拍目でやっぱり表情を出しているんですね。例えばバスだけで弾くと、何もメロディーにですね表情を与えていないんですね。与えているのは2拍目ですね。大事に入れてほしいポイントだと思うんですけれども、まあ、ここのところは中間部はそれをね気をつけて練習していただくといいかなというふうに思います。ぜひね左手はですね、ペダルとともにですね一緒に練習してみると、まあ、ここは綺麗に奏でられるポイントかなと思います。ぜひご参考にしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。